大久保、立て房、シルバの代わりになれずにソシエダ弱体化が止まらないけん。今ノルが有能だったことなんてそもそもないからな。シルバがいたからそれなりに強かった。久保はシルバの代わりには役不足じゃね。シルバは創造性以上に圧倒的なボール保持力の安心感があったから、困った時はとりあえずシルバに預けてたからな。あとキープの場合、久保は潰されることが多いけど、シルバはシルバターンで入れ替わってパスにつなげるんだよな。シルバって、サイドに一生張っててパスもなかなか来ないのにどうやってやるんだよ。久保も何回か中央やったけど、その時は今ノルが低い位置でのロストを恐れて久保に下がってくるなと指示を出した。そのせいで組み立てに参加できず久保もあんまボールに触れなかった。シルバは下がることを許可されてたんで、組み立てから前への飛び出しと幅広く動いてたな。さらに久保が近くにいたんでいいコンビネーション見れた。単純にシルバや前世紀のホンダみたいな選手がいると、キープしてくれる安心感から彼らが持ったと同時に周囲は前向いて走れるんだよな。今のソシエダだとマジョルカ相手でも浅野の裏抜けでボコボコにされそうなんだよな。竹にシルバの代わりをやらせるなら竹の代わりを連れてこないといけない。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。